はいどうも、タクタクです。モンスターストライクやっていきましょう。本日は獣神祭第2弾というわけで、こちらを引いていきましょう。10連できるオーブがありますけど、キュベレーを運極にするために、取ってやります。なのでシングルガチャで勘弁してくれ。いくぞ。一応3回予定だけど、気分次第で多くなるかも。いけ、確定。来ないよね。でもさ、そろそろさ、いいと思う。俺もシングルでいっぱい出ても、はい、行こう。サクサク行こう。サクサク、はい、はい、キーン星。藤原だっけ。あ、ひ、あ、これ読めない、結局これ。いやー、どうしようかな。あ、なんか何狙いか言ってなかったけど、ちょっと待って、今日な、何が出るの。ちょっと一回戻ろう。第2弾になってるから、ダッキー、アマクサ、アグナムーと、アグナムーと X だ。なるほどね。あ、アップキャラだから、他にも出てくる可能性があると。なんならアリスとウリエルだって出てくるこのことだってあるってことだよね。正直ね、アグナムート X とアマクサシロは欲しい。行こう。まあ、アグナムートとアグナムート X はね、なんだっけ、重心化も発表されたしね。行け！いや、このシングルじゃダメなのかな。一応金は出てくる。こういうなんかしれっと出てくるんだよね、多分ね。出てきてよ。いやー。ホルスね。ホルスさん。ホルスさんとかさ、こういう星4キャラがさらに進化するみたいな、そういう展開も欲しいよね。星4キャラが頑張ってこう、星6までなるみたいな。いけい！いやー、どうしよう。これでやめとこうかなー。出ろ！出たらやめる！あ！ユグドラシル！やった！ユグ出た、ユグ！やった！はい。やめ、どうしようかな。これあるんじゃない？ワンチャン。待ってよ。それも、はい。選抜。まあ、育ててないのに選抜にしちゃうけど。待って。これはいける流れじゃない？これは。これ流れ来たんじゃない？もう一回いっちゃおうか。もう一回いっちゃおう。ちょ、ラスト。これもう大体でもね、この流れがあるとか言って、毎回失敗するんだ、これで。ふん！わかんない。ウリエル、アマクサシロ、アグナムート X。 うーダッキ。あ、これなんだっけ、フレイ。あー、これ完全に余計なことしたパターンと見せかけてまだ終わらない。やめとけばいいものを、なぜ僕は今言ってしまったんでしょう。いけ、わかんない。なんか、まだ出る気がするのよ。非常に勝手ですけど。出ろ！あー、かわいい。青い鳥来たね。青い鳥来ちゃったね。うわー、青い鳥ね。飛行。これ飛べるんだね、こんなに。パンパンになっちゃっても。飛べるんだ。あー、どうする？あと25個。ラストいくか。すごい、こう頑張って引いてるよ今回は。いけ、もうこれ本当になけなしのオーブを。無課金やめたのにケチってるからね。いくぞ。ふん。いやー、これユグドラシルでやめとけばよかったとか、もう言いたくないから頼む。最後にダッキーお願い。うーわー、ホーマンボリー。アフロディーテ。よし、じゃあここでやめなー、やばい。何か癖みたいになってる。ふん。今回はすごいよ。俺どんだけ乱れ引いてんだろう。これユグドラシルが出たってことは、出ない。これあれだね、ユグドラで本当にやめとけばよかったって言っちゃう。どこまで行くんだよ。いけー、あの、本当に2体。あ、もう落ちた。お久しぶりです。そっか。
これがあれだな、深みにはまるっていうやつだな。これが深みにはまってんだ。もうこの辺にしとこうか。いやー、そうですか、そうですか、やってしまいましたね。これはユグドラシルが出たから、あ、これいける、いける流れじゃないみたいな感じで言ったら、感じで言ったら、まあ、見事にね、それ以外は、みたいな感じなんですよね。で、僕なんでこんなにオーブ持っていたかというと、これどこで見るんだっけ？どこで見るんだ？ショップガチャ、フレンドかな？違う。え、どこで見るの？お知らせか？お知らせじゃない。受け取りボックスか。ここの、ほら、顔合わせボーナスが80人まで達成したので、ちょっと行ったんですけど、ちょっと、あれだね、調子に乗りましたね、本当に。なので、ちょっと次また、超重審査も控えてるので、本日はこの辺で、やめたいと思います。でも、なんとかユグドラシルが出たのは、俺、本当ちょっと今、テンション上がってる。ユグドラシル、なんだ、ユグドラシル何連れてこうかな。ビシャモンテン、これ、ね、あんまユグドラシル使ったことがないからね、ピンときてません。はい、というわけで、なんとかユグドラシルが当たって嬉しかったけど、次回はダッキーとか、一番欲しいのはウリエルなんですよ。重心祭はウリエルが欲しいです。はい、まあ、めげずにまたガチャ来ましたらやります。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。